雪を救う曲か。私が作り続ける。あの時はただ必死でああ言い切ったけど、どんな曲なのかはまだわからない。それでも作るしかない。そうじゃなきゃ私はここにいる意味がないから。誰か、あ、そうか、今日は望月さんが掃除に来る日か。いらっしゃい、望月さん。お邪魔します。今日はお掃除でしたよね。うん、今日は台所をお願い、あとお風呂。じゃあ早速始めますね。あ、そうだ、今日フレーバーティーを持ってきたんです。よかったら後で宵崎さんも飲みませんか？ありがとう。じゃあお願い。それじゃあお掃除が終わってお茶を入れたら声をかけますね。うん。ベースのブラッシュアップはこんなところかな。そろそろ望月さんの仕事が終わる時間だ。おばあちゃんが一人で暮らすならせめて家事代行サービスを使いなさいって言った時は驚いたけど、頼んでみて正解だったな。部屋が汚くなると作業効率が落ちるし、それにご飯も美味しくて。よいさきさん、お掃除終わりました。お茶いかがですか？今行く。いい匂いですよね。白桃のフレーバーティーなんですよ。どうぞ。いただきます。おいしい。本当ですか？よかった。それにちょっと安心しました。え？八重崎さん、今日少し元気がなさそうだったので、洗った顔が見られてよかったです。いつも思うけど、望月さんはすごいね。こんなに家事ができて、私のことも気にかけてくれて。え？そんな、私は単に家事が好きなだけです。でも母の知り合いに勧めてもらってこのアルバイトを始めたのは良かったなって思ってます。お手伝いができるのってとっても楽しくって。そうなんだ。なんていうか、困ってる人に喜んでもらえると嬉しいんです。そのせいでおせっかい焼いてしまう時もあるんですけど。もしよかったら少し聞いてもらってもいい？ん？はい、何ですか？助けたい人がいるの。でもどう助ければいいのかわからない時、望月さんならどうする？私なら、まずその人の話をもっと聞きます。どう助けてほしいかは人によって違いますし、その子自身もどうしてもらいたいのかわからなかったら、あ、ならもっとたくさん話して相手のことを深く知る方がいいような気がしました。その人が何を感じて何に悩んでいるのかが分かれば、少しは力になれるかもしれませんし、それに周りに迷惑をかけたくなくて一人で悩みを抱え込んでしまう人もいるので、そういう人にとって誰かに寄り添ってもらえることってすごく嬉しいことなんじゃないかなって思うんです。相手のことを深く知るか。あ、でもそうやって他人に探られるのが嫌だって人もいますよね。すみません、あんまりいいアドバイスができなくて。ううん、ありがとう望月さん、ためになったよ。もっとたくさん知ってみようと思う。はい、その人のこと助けてあげられるといいですね。うん、ありがとう。
じゃあまた来週。あ、そういえば、よいさきさん、人形って興味ありますか？人形？はい、この近くで人形店をやるみたいなんです。知り合いから招待券をもらったんです。私はその週予定があって行けないんですけど、会場の美術館がいつもよいさきさんがお見舞いに行かれている病院の近くにあるんです。だから帰りがけに寄れるかと思って。それに前絵画を見て曲作りのアイデアをもらってるって話をされてたので、人形も参考になるんじゃないかと。あ、もちろんもし興味があったらですけど。ううん、せっかくだしもらうね。よかった。それじゃあ失礼します。うん、またね。人形店。